それでは失礼をします。4月の定例記者会見ということで、ありましたように、今日は、ワクチン接種について、特に3回目接種の実施状況等について説明をしたいというふうに思います。それでは、3回目の接種はですね、昨日19日の時点で82,780人が接種済みであります。82,780人が接種済みでありまして、接種率は市の全人口に対して 47.4% であってですね、国県における接種率、これが、だいたい 48% ぐらいですので、それと同じぐらいな、接種率となっているということであります。その中で1週あたりの接種数がですね、3月は7000回から8000回だったものが、4月に入って1週あたりの平均が、約5000回程度となっておるということで、1週あたりの接種回数が、ちょっと減ってきておるということであります。今集団接種会場の予約枠にも余裕がありますので、接種券が届いている方は、その中でまた希望される方は早めの接種をお願いしたいというふうに思っております。そして、次に年代ごとの接種率をちょっと今日は、出させていただきました。3回目接種の年代ごとの接種率はですね、一番ここの欄にありますけども、60代以上では年代の人口に対しおおむね8割程度で、65歳以上が 84.6% というふうになっています。あとこの辺、60歳以上おおむね8割を超えておる、になっているということであります。そして40代、50代の接種率、40代が 35.7%、50代が 51% ということになっています。この2つの40代、50代につきましては、もう接種券の方は多くの方に配布済みになっておりますので、繰り返しとなりますけれども、希望される方は早めの接種をお願いしたいというふうに思います。そして、今日特にまた呼びかけたいのがですね、ここの、20代と30代のところでありまして、20代の方が 25.3%、30代の方が 25.9% と、いう数字になっております。これは一つにはですね、6ヶ月を経過した後に、送る接種券がですね、先週時点でようやくこの年代の2回目接種済み者の約半数に発送できたところであるというところが、一つあるわけであります。その数に対すると、数にすると約1万5000人分の接種券を、発送しておりますが、うちすでに接種した方が約9000人おられますので、接種券が届いた方の約6割は接種しておるという状況ではありますが、これからどんどん接種券も発送してまいりますので、 SNS とかこの年代に届きやすい媒体も使いながらですね、接種を進めていきたいというふうに考えておるところであります。次に5歳から11歳の接種について、これは接種券は9歳から11歳の方には2月22日に発送いたしましたが、8歳以下の方については4月1日に発送したところであります。接種は引き続き個別接種と集団接種を併用して実施することとしておりまして、第2弾となる集団接種を市立総合医療センターにおいて実施することとしております。日時はこちらの方になっておるところであります。次に12歳から17歳の方への3回目の接種についてであります。これらの方については3月25日から3回目の接種の対象とされたということでありまして、接種は19歳以上の方と同様に個別接種と集団接種を併用して実施することとしております。対象者は約6900人で、2回目接種から6ヶ月を経過した方へ順次接種券を発送しております。
またですね、この接種するワクチンについては、この12歳から17歳の方はファイザーのみが使用されるということになっており、認められておりますので、ファイザーを接種する集団接種会場として5月8日の日曜日以降の毎週日曜日、イオンモール出雲会場で実施することとしております。この会場での集団接種は12歳から17歳を優先して受け付けることとしておりまして、予約は今週月曜日から開始しているところでございます。ここですね、イオンモール。その他の会場につきましては、ここに表にしておるところでございますので、またこれを LINE とか、ホームページ、さまざまなところでですね、今毎週ケーブルテレビを使ってですね、お知らせするとかしてますんで、そういうことを発信をしていきながらですね、早め早めの、ワクチン接種に努めてまいりたいというふうに思っております。続いてどうしますか。これ、はい、じゃあここで今日の一応説明する内容は以上でありますので、この件について質問がある方はお願いいたします。いつもテレビジョン中村です。よろしくお願いします。すみません、最後になっちゃいますけれども、現在のこの3回目接種の進捗状況について市長はどのように評価していらっしゃるかというのと、1回目と2回目の接種の時のスピード感とこの3回目接種でスピード感が違うとか、そういった点とかもしあれば、お答えいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、1、2回目と比べてというか、今ここに結果を出した通りで、やっぱりまだ20代30代の皆さん方、やはり接種、接種券の配布も先ほど言った通りでありますけども、やっぱりこの辺のところをですね、今後、しっかりと、接種してもらうような、促すといいますか、情報も発信していきながらですね、接種してもらうような、ようにしていただきたいなというふうに思っています。体制はできているわけでありますし、集団接種会場も先ほどお話ししたように余裕もあるわけでありますので、そのように促してまいりたいというふうに思っています。ありがとうございます。ございませんでしょうか。ワクチンで、はい、よろしければ、行政の方に出させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは、行事予定の方、5月、4日、この1問目ですね、5月4日、就職フェア島根 in 出雲の開催をいたします。午前と午後の部に分かれておりまして、会場は都議会館で行います。令和5年3月に大学、短大、専門学校等を卒業予定の方、またすでに大学を卒業された人や UI ターンの就職希望者の方の就職フェアであります。事前申し込みが必要でありまして、参加人数を80名程度、予定をさせていただいております。参加企業の方は、61社となっておるところであります。感染症対策等々を行いながらですね、しっかりと開催してまいりたいというふうに思っております。出雲の場合、企業の活動も旺盛でありまして、求人も
2月末求人倍率もこの管内 1.75 だったということでありますし、多くの方にですね参加いただいてですね、出雲で、就職していただけるような、そのような取り組みをしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。次に、これは昨日から、始めましたけども、次期出雲市総合振興計画に係る公聴会を行っております。昨日、佐田地区を皮切りにですね中学校単位ごとに14回程度開催することとしております。中学校校区単位でありますけども他のところでご都合のあるところにまた参加していただければというふうに思っております。スケジュールにつきましてはここに記載の通りでありますけども今14回を、予定しておるところであります。またウェブ配信も、する予定にしておりますので YouTube の方でですね、この出雲の総合振興計画これ最上位計画になりますんでこの将来像基本計画についてですねしっかりと皆さん方にご理解をいただくような、取り組みをしてまいりたいというふうに思っております。以上かな。あとフォトコンテスト、はい、行事予定につきまして何かご質問があればお願いいたします。それじゃあ全体を通じてでもよろしいですし、本日の案件以外のところでも結構でございますので、何か、質問があれば、時間の許す限りでお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。読売新聞の坂と言います。お世話になります。もうまもなくゴールデンウィークに入ろうかと思いますけれども、出雲市としてそのゴールデンウィーク期間中の市民への感染予防対策の呼びかけないしは県外移動の、自粛など何かしら呼びかけるご予定はございますか。はい、来週になりますかね、ゴールデンウィーク前にですね、私からのメッセージを発信していこうというふうに考えています。内容については、状況、刻々と変わっておることもございますので、できるだけ、タイムリーにというか、その時の状況に即したものをきちんと発信してまいりたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。どうぞ。山陽新報の月森です。2点ほどさせてください。コロナに関してなんですが感染者数が増えている状況でその中であまり、今学校も一部休校というような形にはなってますが例えば出雲市として一斉休校だったり保育園幼稚園の自粛だったりとかそういったこととかっていうのは今お考えでしょうか。誰か学校の様子はちょっと、はい、教育長杉田ですけども確かに、今日の発表数は、県内非常に多いような状況でございました。伊東市内でもですね、ご連絡してますけども休業等は発生している状況ですけれども、学級等 の、 休業という形で今取っていますので、感染が確認されればそうした対応を取っていくということで一斉にというようなことの今考えはございません。ウクライナの関係で避難民への、市営住宅の提供というのを始められましたがあれから状況だと実際に利用があるだとかですねそれ以外のところで出雲市として何かウクライナの避難民に対する支援とかっていうのを今お考えでしょうか。お伝えしたように市営住宅を今
確保しておるという状況でありますけども、今具体的に問い合わせ等があったということを私も聞いてないところでありますんで、あればですね、それぞれ窓口を設けてますんで、住宅の方とあと総合相談窓口がありますんで、そこに、お寄せいただければですね、対応できるようにしてまいりたいというふうに思っています。それ以外のところで特に何か考えていることというのはありますか？受け入れ市営住宅以外の形でいいのか、実際に受け入れる段になれば何が必要であるとか、そういうことはやっぱりヒアリングしていく中でですね、できる支援を考えていきたいというふうに思います。他にございませんか？前支部の根本と申します。島根原発の件ですとお話したいんですけども、先日県議会の方でですね、容認という、実情の容認という形になったんですが、その県議会の議論の中でですね、委員さんがプルサマル計画についてちょっと指摘されてまして、それでプルサマル計画、2号機はプルサマル計画がありますけども、その説明とか情報提供が不十分なんじゃないかという指摘があったと思います。その中でですね、泉さんとしては合意ということに至ったということなんですが、その皆様の議論、情報提供がについて、十分かどうかという認識をちょっと伺います。十分というか、住民説明会の中で国から来て説明もいただいたところでありますので、そういうことを通してですね、説明をしてきたというふうに思っておるところであります。他にはございませんでしょう？ちょっとこの4月で1年間の終えた、と思うんですけど、この1年間を振り返って特に印象的な施策とかあるいは出来事とかありましたら教えていただきたいと思います。はい、印象的といいますか、やはりコロナの影響がこの1年間ずっとまだ続いているということで、これに対する対策ですね、先ほど冒頭説明したワクチン接種も含めて感染予防対策をしっかりとやっていくということ、それとウィズコロナというか、それと社会活動もできるようにしていくと、このバランスというか、そういうまだまだその最中ではありますけれども、やはりコロナでの対策というのは非常にまだまだ続いておるということで、あります。あと災害があったということで、災害に対するまだこれも本格復旧してないわけでありまして、住民の皆さん方にもまだまだご不便をかけているところもあろうかと思いますけれども、早く復旧させていきたいというこの災害、それを通じて対応していただいた皆さん方、市民の皆さん方には大変に感謝もするところであります。あと政策的には掲げてた、デジタル化とか、脱炭素、まだ計画とかの段階ではありますけども、なんとなく下地ができてですね、これからこれらを形に今年度以降できるのかなというふうな少し明るい展望が見えてきたというふうに思っています。他ございませんでしょうか？よろしゅうございますかね。はい、それでは以上をもちまして、会見を終了いたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。